りちゃんソフトクリームありがとう。で、あの私配信つける直前に手鏡を忘れたってことに気づいたから、ちょっと取りに行っていいかな。ごめんね、取りに行きます。はい、ただいま帰りました。はい、浦部さん、かき氷たくさんありがとう。うん、の味やっほー。はい、ちょっとじゃあすっぴんですよ。すっぴんパジャマです。ごめんなさい、幻滅しないで。じゃあミックしていきまーす。いった。はいはい、さっきはまだ前髪があったからいいものの、はい、すっぴん、はい、すっぴん世界にさらしてます。ということで、まあさすがにこれちょっとリップも塗ってないので、リップ塗ってないはきついということで、リップを塗ってどうにか。まあ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 、あまたさん、かき氷ありがとう。あまちゃんありがとう。日高浩二さん、かき氷ありがとう。じゃあメイクしていきまーす。まず下地からね塗っていきます。ねえ待って、もういっか。私のこのうまくないメイクが世界に発信されてます。ティンナとかだったらね、もう私も意気揚々にメイク配信しちゃうけど、だんだん顔が白くなる。ベースはね、私とにかく白くをメインにやってます。れいこちゃんとご飯はどっちが誘った？私が誘いました。もうライブの時に、今日公演前にうまかつ大好きしてきてください。ツイッターとか載っけてくれたら見ます。うん、うん、おはようみんな。まだ眠い。イニシャル D ちゃん、 D ちゃん、あのかき氷のやつありがとう。ピンチャンネル世界にすっぴん発信してます。でもいいね、なんかさ鏡だとさ、そんなあれ意外とこんなトーンアップしてないとか言って塗り足しちゃうけど、結構画面で見たらトーンアップしてるから。よかった。浦部さん、かき氷ありがとう。50カウントありがとう。よっしゃ眠い。待って、ほんまに眠い。メイクしたらもう寝れないからね。世界眠い、ほんまに。今勝つはラーメン食べた。もう麺食べたら今勝つ。もう麺類食べたら今勝つ。あ、そばは含めない。そばは私あんまり得意じゃないので、次は
よいしょ。はい、ファンデーションしていきます。ファンデーションもほんと気持ちいい。ハートの問題で、ファンデーション結構有能かも。プラス今かつ、いいね。ぜひ今かつしてね。もう釜揚げうどん、私うどんだったら釜揚げうどんがめっちゃ好きなので、皆さん釜揚げうどんで復活してください。はい、じゃあそしたらコンシーラー塗ってきます。メイク配信だからだいぶ喋れないけど、ゆるちってくらはい。ちょっと右目失敗した。プラーメンももちろん今かつですよ。昨日レオ小一の公演、レオと2列目で見れた。おお、やったね。2列目めっちゃ前やな。やっぱお腹鳴った。世界ごめんなさい。あ、ちょっとあちゅ塗りしちゃったかも。あちゅ盛り。黒麺もゆばかつ。浦部さん、かき氷ありがとう。西山ホヤースから見れた。サチイチヤッホー、はよう。やばい、ちょっとファン、ちょっと生誕はむしろ後ろで見たいかな。やばい、後方彼氏って草。あ、ツイッター告知。ツイートしました。お仕事行ってくる。今日生きてて偉いです。偉い。いつお仕事頑張って、全力応援します。頑張れ。ジルっぽい鏡、ジルの鏡です、もちろん。ハクハク、かき氷ありがとう。メイクを熱く塗っちゃったことはあちょもり。そう、あちょもりしちゃった。名前変わったけど、サラちゃんのお友達さん、うわ、ゆちゃさん、オッケー。今サラいますか？サラダ油くん絶対寝てると思う。私、後方彼氏面オタクご存知？もちろん知ってますよ。後方彼氏面、私前方オタク女だったんで。はい、というかファンの人も主役を楽しんでる空気感を後ろから見てるの。いや、わかる。あ、そう、やっぱ確かに
なんかさ、ペンライトの海とか確かに見たらって感動しちゃうかも。確かにね、逆にマナミンが美人ってことに2列目で見て気づいて遅いよ。マナミンが美人って気づいて遅いよ。遅いですね。私はもうとっくに気づいてましたよ。そう、今日は朝に配信集中して配信、やっぱさ、サラダ油くん多分寝てるよねまだ。あの、起きたらあのなんか言っといてください。なんか西馬が結構サラダ油くんについて話してたよ。サラダ油くん、はい、はい、後方保護者面オタク終わった。保護者おった。前方マサイ、はい、マサイやります。マサイ、気持ちはマサイしてる今。仕事終わりに中途、あー、中途親父仕事お疲れ様。サラダ油くんって何ですか？なんかあのみんなになんかなんて呼ばれたいって言ったら、なんかサラはなんかサラダ油くんって呼んでほしいな、私はラーメンちゃんって呼ぶねっていう話をしてて、まだ続いてる。ほんまにおもろい。そう、サラダ油くん、パウダーしてきまーす。くしゃみでしょ。失礼しました。ブレスユー。なんかさい、なんかめちゃくしゃみ多いんだけど、今日昨日でめちゃくしゃみ多いんだけど、なんでか分かる人プチュヘンザップ。なんだろう、花粉症かな。でも花粉なんかアレルギー説は高いな。今日朝起きたらめっちゃ目痒くて、まあ、今も進行形で痒いんだけど、ほんま痒すぎてさすがにもだい苦しんでたよね。やっぱなんかさ、ショールームってさ、独り言だからなんかこういうのって性格出るよね。性格出てるな。う、だいぶあちゅもり、はい、よいしょ。浦部さん、かき氷ありがとう。そう、統一ペンライトされてるの後ろから見ると確かにね、そういうのはあるかも。前田さんとお出かけ緊張して可愛かったです。いや、もう本当にめっちゃ緊張しましたよ。本当にもう集合もう30分前に着いちゃうレベルには。死ぬサラダ油くんに星しときます。連絡しといてください、お願いしますね。サラダ油くん、前方まさに後方彼氏は地下アイドル現場好きで、ほんまにな、ほんまに近すぎるって。おわやって、メンバーに呼び捨てされるのを夢見るおじんです。はい、ザンザン、これザンザンでいいの？いくらでも私が呼ぶよ。石山のせい、寝れへん、そろそろ寝ないといけないね。終わった終わった、私のことは諦めて寝てくれ。はい、仕事行くか迷ってるな。終わった、ゆうちゃさん頑張れ、ゆうちゃ頑張れ、お仕事、はい、頑張ってね。おはよう、くすねぼしたと20分で家出ると思え、現実逃避しに来た。終わった終わった、ほんまに現実逃避なうやん。終わった。さきしやそ頑張れ、クソ寝坊してるやん、めっちゃ寝坊やん。もうあってね、そう、ショールーム独り言心理すぎ、ほんまにね。なんか特に今のこうメイクしててやばいみたいなのめっちゃ独り言やから。そう、りっちゃんだるまありがとう。早朝から10時まで今ちゃんたくさん見れてるし、ただひるいこの原動力、ゆまちゃん配信な。あー、もうでも朝にも詰め込んだので、今日はこれを思い出して頑張ってください、皆さん。ちなみちゃん、かき氷ありがとう。おはようございます。
バイト行くまで電車内に来て、うわ朝からバイト偉すぎる、頑張って応援してます。あ、ちなみちゃんだるまたくさんありがとう。ザンです。はい、私のもう呼び捨て連発女なので、あれから僕はランニングしてきました。お、どうですかランニング、いい感じですか。パジャマ配信ありがとう。パジャマすっぴんメイク配信です。じゃあコメントあらかた読んだんでメイクに戻ります。いいね、この感じ。はい、眉毛、眉毛。眉毛集中してるからマジで無駄になっちゃう。世界ごめんなさい、ごめんなさい。サイドチェストお願います。めっちゃモテたい、お願います。めっちゃ痩せたいです、お願います。めっちゃモテたいから、あ、筋肉にお願いだ。腹筋 6LDK 回二頭がいいね。チョモランマプッシュアップ、ベンチプレス、大胸筋が歩いてる、仕上がってるよ仕上がってるよ、筋肉本番入ってた。え、ほんまにさ、私さメイクしてるときいつも独り言ってかなんか出ちゃうんだよね。これよくないね。あんまり今ってめっちゃ配信中なのにさ超一人で歌ってたよね。終わった。弱めの現実なんとかなるはず。サイドチェスト、片方顔面生きた、やったね。いや、めっちゃ眉毛ミスったかも。ジオバナウ。ちょっと斜めからこうする、このアングルの方がいいよね。いや、毎日メイク配信くど、昨日もメイク配信したのに今日もメイク配信くどすぎ。この人めっちゃメイク配信するやんってなる。いや、ごめんなさい、今日は配信前にメイクする体力がなかった。感じなのでは。来たこれ、来たこれ産業、今来た産業。うん、いい感じじゃないか。来たこれ、うん、来たこれ来たこれ来たこれ来ました。眉毛、眉毛復活。やっぱ眉毛描くとちょっと顔がキリッとするよね。顔が生きる。だから西馬さっきと比べてめっちゃ元気になってるな。ほんまにあのさっき30分寝れなかったからめっちゃ元気になったよ。おはよう、おはよう。まさのりさんハートたくさんありがとう。お気に入りリップが行方不明なんだけど西馬さん知りません。私のねお気に入りリップが行方不明だった時は車のなんかあの間に落ちちゃってたから、ぜひそこ探してみてください。それかバッグ、なんかバッグのポケット
はい、まずそのアニメ見せた。はい、いいね。待って、眉毛描くのめっちゃ上手だな、ありがとう。もう本当に眉毛はもうあのコスプレで結構極めたからありがとう。もういろんなこういう眉毛もあればこういう眉毛、ありがとう。めっちゃ同性に褒められるのがめっちゃ嬉しい。みんなが知ってる西山で出来上がりつつある。正味ね、もうリップと眉毛 やってもベースがこれやったらもうほぼ私だから。かわいい、ありがとう。認知中発動したも任せて。え、でもザンさんも覚えてる名前。うん、顔とはまだ一致しないけど。職場に今北さんいる、終わった。今北さんお願いします。かわいい、ありがとう。浦部さん、かき氷ありがとう。じゃあこれちょっと前髪のために変えます。今から夏休みっていうね、4連休。うわ、4連休やったね。最悪でも4連休のさ、しょっぱなにさ、私朝から配信っていう、来てくれてありがとう、4連休なのに。はい、おはよう。じゃああらかた読んだのね、アイライン、涙袋ライナーで涙袋を描いていきたいと思います。この皆無の涙袋から、俺は生き返る。涙袋爆弾来ました。じゃあアイシャドウやっていきます。うん、いい感じにペペッと。え、なんかさ、私アイライン下手だからさ、なんか逆にアイシャドウの前でアイラインやった方がいいんじゃないか説出てきたからさ、ちょっと今日挑戦していい？アイラインの前に一回さ、ダブルライナーでさ、ちょっと下書きっぽいの。え、待って、めっちゃうまいかも。え、やばい、もうなんかもはやなんかこれがアイラインでいいんじゃないかってくらいさ、めっちゃ綺麗に。あ、見えない、見えなかった、ちょっとショック。めっちゃ綺麗に弾けたから、あとはこれをさなぞれば、もう私の人生フィナーレなんだよね。え、てかさ、ちょっと今日さ、ちょ、冒険に出ていいかな。このさ、シーンで買っためっちゃヒリヒリするさリップ、それでなんか口がさなんかぷくってしますみたいなリップ買ったからさ、ちょ、挑戦してみていい？みんなさ、じゃあ私の唇覚えといて。ちょっと待ってね、ティッシュ。私の唇これね、ちょっと見ててください。まん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 、ピリピリする。覚えておいてください、この唇。いきまーす。じゃあメイク再開します。痛い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 、めっちゃ唇、めっちゃこれ強いね。めっちゃピリピリ、あー、ピリピリしてる。アイラインイズコ、あ、あった。え、待って、めっちゃピリピリする、これ絶対唇大きくなる確定。みんな覚えといてね。もうすでに変わってるなんてことはないですか？そんなことはない。自意識過剰か、終わった。アイライン引いていきます。先、あ、待って、めっちゃペルペルする。もういいや、ピリピリします。
アイラインめっちゃ無言。しかも今唇がピリピリナウだから。やばい、今日アイライン噛みってる説あるんだけど、そんなことはないか。待って、結構今日プロ説出てきた。どう、唇大きくなってる？分かんない。ちょっとでも痛いのでもうギブアップ。どう？ぷっくりした？痛いねこれ。すごいよ。待って、今日マジでアイラインプロセス出てきた。そんなことなかった。プロセス出てきたって言った瞬間に秒ではみ出した。え、結構来てるね。結構来てるよこれ。結構私の時代かも。待って、見て、可愛く描きました。え、唇どう？ちょっと待って、一回目頭塗るわ。濡れてるのかな？絶対濡れてない。ちょっと失敗しちゃった。出ない。アイラインがもう一番重要です。待って、なんか左右差できちゃった。私 A 型だから左右差は許せないタイプ。もうちょっとアイラインには頑張ってほしいので、ちょっと待ってください。
世界一生アイライナと語学語めっちゃ戦ってる女ナウ。ダメだ今日ダメだ。なんか今日めっちゃいいじゃんアイラインとか思ってたんだけど急になんか急に不調きてる。あ待ってでも今ちょっと今路線いい感じ。待って閉まって今めっちゃ右目が迷ってるな。路頭にもうちょい短いか。待って世界ミスナウ。あ待って世界見えてきたかも。待ってみんな待って頑張ります。来た。おあ、うん、ちょっと待って一瞬ここせかい私の時代が来ました。みんな待ってくれてありがとう。こんな無言配信になっちゃったのに。ねえ世界来たよ。世界やっと来た。ごめんお待たせしました。おはよう。まなみん推しの認知してもらってるのシンプルに嬉しい。うん覚えてますよ。そうかわいいありがとう。9期生待ってくしゃみ。ご失礼しました。ブレスユー。キスでみんな可愛くてこのままでは箱押しで誰にも相手されなくなっちゃう。やばい大丈夫私は絶対に相手しますよ。おはよう。お生態部行ってらっしゃい。ドアッパーがね可愛すぎて画面悪い。スクショな終わった。スクショされてる終わった。まあ可愛い。えどうですか二周間彼女枠。お彼女枠はいはいヒリヒリするやつどう。みんなこれ変わってた。浦部さんかき氷ありがとう。日高浩二さんかわいいありがとう。ハクハクかわいいみありがとう。ナナフェルイブレインボースターありがとう。アマちゃんかき氷ありがとう。はじめましてたかしくんはじめまして来てくれてありがとう。西山の時代来ました。どう唇変わったこれ。優勝してる今チャイム見ながら爆速メイクしてる。マジで大優勝してると思います。大好き。サキチャソも大優勝してる。今日大好きですフォーエバービッグラブ。はよう。よいしょ。おアイラインちょっとちょっともうちょいこっち左側を長くしたいかも。こうして悪魔は続いていくんだよね。
本当 A 型だからさ、なんかこういうとこでなんか左右非対称を気にしちゃうんだよね。一生懸命メイクしてます。超真剣な顔。うん、ちょっと待って。そう、セミめっちゃ鳴いてる。セミの時代はもう終わったかと思ったら、まだいたのね。なんかセミ鳴かない日とさ、めっちゃ鳴く日って何の違いだろう。どこにいるの今。何パーセント？今ね 58%。 洋服があれなので、洋服があれなので 58% とか。今日はじゃあちょっと濃いめにアイシャドウしていこうかな。12345。私さ、こうやって目つぶるとさ、眉毛がめっちゃ上がるの、めっちゃおもろくない？ちょっと落ち着かせてみる。眉毛落ち着かせて、これが限界。グレート。西山の特徴、目を片方閉じると片方の眉毛がめっちゃ上がる。グレート、イエス。よく当たりますように。しんちゃんが当たりますように。絶対当たる。 350cc しーちゃん、ラブレターありがとう。やばい、コメントがドゥルルってなっちゃった。よし、今日は涙袋もちょっとほんのりピンク。もうちょっと上濃くします。これさ、今暗いとこだからめっちゃ濃くしてるけどさ、外行ったらさ、めっちゃなんか山んばみたいな顔になってる時ない？たまにめっちゃ暗いとこでやってたら。これ説あるんだよね、山んば説ある。山んば説のこう、メイクってさ、どんどん落ちていく一方だし、最初くらいはたくさん塗ってても大丈夫だよね。
1,2,3,4 5どうだ、生きてますか。あ、待って、めっちゃお腹鳴った、終わった。よしよし、今日はヤマンバになってる説濃厚だぞ。まあでも朝だしね、これからどんどん夜になっていくからいいやみたいな。夜になると暗いしね、逆にたくさん塗ってる方が映えるっていうか。必死に自分を励ましてます。絶対濃いわ、終わった。ちょっと指でぼかしとこう。まあいいでしょう。今日はじゃあラメもちょっと多めにしとこうかな。ちょっとここのもうギャンギララメとか入れちゃったりとかして、見えますか、ギャンクマで。涙袋にはこちらのラメを使用していきます。はい、やばい、なんか本当に雷鳴るかってくらい私のお腹鳴ってるんだけど、気にしないで。あーやばい、ラーメン食べたい。私のお目目がキラキラになりました。はい、かわいい、かわいい。待って、本当に濃いかも。待って、こんな私やばい、メイク濃いの地雷の時以来なんだけど、まあいっか、いいよね。じゃあ昨日できなかったまつげやっていきます。最近なんかまつげ上げるの上手になったかも。ってくらいまつげが言うこと聞いてくれるから、最近はワクワクしながらまつげやってるよ。ちょっと斜めでやるね。うん、ちょっと今日下手かな。悪い気がしなう。お腹鳴った。ちょっと今日下手、今日下手っぴ、なぜゆえ。今日へたっぴ、なんで。めっちゃ言うこと聞いてくれなくて、ちょっとキャンナーへ。まあいいでしょう。上がりました、下がってます、あります。待って、そろそろ前髪を逆にしないと。あ、でもそんな癖ついてなかった。もうちょっとやってきます。やばい、眠い。
ってめっちゃお腹あった。終わった。絶対今の音拾ったって。私の今の声と同じくらいの大きさのボリュームで音鳴ったしさ。しかもビューラーやるときさ絶対顔やばいんだけど、口とか絶対開いてる、集中してるからね。ちょっとお腹鳴りすぎやって。どんだけ腹減ってんの。パン食べたのに。いや、またお腹鳴りそうな予兆をしてる。すごい、左の子はなんか左のまつげ優秀でさ、いつも言うこと聞いてくれるんだよね。大好き。やばいやばいやばい、めっちゃ合ってるめっちゃ合ってる。やばい、待って、どんだけどんだけ。待って、めっちゃやってさ、もうやばいやばいって、もうコンマコンマでなってるよ。じゃあマスカラいきます。はい、やばいやばい、なってるなってる。もうなりすぎやって。みんなこれ届いてるかな、この音。恥ずかしいんだけど、もうグーグー配信じゃん。どんだけお腹空いとんねん。やばいやばい、なってるなってる。やだ最悪。でもお腹減ってることは事実だから、あんなパンごときじゃ私の腹はまだまだ足りないわよって腹も主張してる。終わった。主張強すぎやって。それにしてはしかも音が可愛くないじゃん。ゴロゴロ言ってるじゃん。もうしかも待って、マスカラしてる時の顔がさ、いっちゃんブス。絶対すごい。なんかでも今日まつげ優秀だわ。今日まつげ髪ってます。あ、でもこれ一応今のね、めっちゃ可愛くなってるけど下地なんで、本命のマスカラ塗っていきます。これめっちゃ繊維すごいんだよ。見て、これ見えなかった。めっちゃ繊維すごくてさ、わかる。わー、見える見える。めっちゃ繊維がついてるから、まつげバサバサのバチバチになるよ。お腹すいた。やばい、めっちゃなってるもん。待って、なりすぎやって。いや、主張強。胃腸の主張強。やべやべやべ、なってるなってる。
さすがに、さすがになりすぎ。やっぱほんまなりすぎやって。これ全部拾ってたらめっちゃ恥ずかしいし。まつげ、あげ、あげなう、ギャンまつげなう、ちょっと目頭、ちょっと目頭やる気ないけど、ギャンまつげなう。待って、本当にお腹すいた。あとでおい朝ごはんします。待って、もうこんな時間なんだけど、見て、早っ、時の流れ早っ。あと、じゃあ待って、あとハイライトとチークだとリップだけだから、ちょっと仕上げちゃうね。はい、ちょっとハイライトは今日強めにスッと。ハッシュタグ2週もお腹いつもなってるな、ほんまに。ハッシュタグツイートしてください。クマもなくしたい。あとハイライトをつけたい場所はここ。とでっかいブラシで顎と、ね、絶対ここでっかいブラシでやるとこじゃなくて、草終わった。まあ私大雑把なんで A 型なのに、シャキーン、適当にここら辺も塗っとく。残ったハイライトで OK。ハイライト終わったんで次チークいきます。本命のチーク。私は普段オレンジ色のチークを使っているのですが、この前和田美優さんに石馬は絶対にブルベだよねと言われてしまい困惑しています。どうするべきなんでしょうか。見て、こんなにイエベチークなのにさ、ブルベって言われちゃった。細かいな。なんか前田玲子さんによると、山本美香さんがそういうなんか診断のプロみたいなのを聞いたから、いつか山本美香さんに聞いてみたいな。私なんだと思いますか。うん、わかんない。配信で見た方がわかりやすいな。配信めっちゃメイク見えるから、配信でメイクした方がいい説ある。最後鼻にもチーク入れちゃいます。チーク終わりました。最後にリップいきます。リップは絶対鏡見てやる。待って、そろそろ時間やばい、やばいやばい。リップだけ、リップだけ、リップだけ。じゃあ、アイマールさん、かき氷ソフトクリームありがとう。ゆうゆう、かき氷ありがとう。はい、
ビートポテトさん、かき氷ありがとう。じゃあ読んでいきます。誕生、はい。13位ティンバレラさん、ありがとうございます。12位朝マックさん、ありがとうございます。11位ふう000000さん、ありがとうございます。10位たっくん、ありがとう。9位あまちゃん、ありがとう。8位りちゃん、ありがとう。7位ビートポテトさん、ありがとうございます。6位かぼちゃ、6位アイマールさん、ありがとうございます。5位かぼちゃのかずさん、ありがとうございます。4位浦部さん、ありがとうございます。3位ララフィブララごめんなさい、ララフェルイブさん、ありがとうございます。2位 350cc ちゃん、ありがとう。1位ハクハク、ありがとう。ありがとう。さきちゃん強かった、息ついた、よかったです。はい、今日ねメイクもお、あーばばばメイクも終わったので終わります。配信もこの後また9時から10時までまた配信するので、そこでは何をしようか、なんかありますか、してほしいこととかあれば今お願いします。今なんかあれば、次はさすがに寝るのでお休み言っときます。お休み、どうする、あ9期、あそうだね、9期相関図やろ、9期相関図、ごめんありがとう。9期相関図やります。ちょっと作っとくね。あ、じゃあ作るわ、後で一緒に、後で一緒に作ろう、みんなで。じゃあねー、バイバーイ。